うわ、おじちゃんや、あそこにいないでよ。あどこにいますか。どうも皆さん、私の宇宙船へようこそ。私がキャプテンのゴージャスでーす。よろしくお願いします。そしてオペレーターは、はい、私篠崎心でございます。よろしくお願いします。よっ、心ちゃん。心ちゃん、最近、はい、お久しぶりだったけど、はい、なんか変わったことあった？なんか変わったことは、あ、猫ちゃんが我が家2匹になりました。猫ちゃん2匹。あれ、これはやばい。名前なんていうの？ところてんとこんにゃくです。ありがとうございます。やらせていただいてます。はい、見てるかな、ところてんとこんにゃく。見てるやっていきましょう。はい、栗原、ヨーロマン、はい、お願いします。よろしく頼む。今日もあれやっていくわけですね。つんこちゃんの犬になりたい。ここカットしてください。呼んでもいないから、つんこちゃん。ちょっとまだお会いしたことないんで。あ、本当に？はい、渋谷パルコで会って、さっき見て一緒に。あ、伺ってます。さっきよ、おろおろやって。変な判断はあった。素顔の俺で全然気づかなかったね。その時つっこちゃんもいたんだよね。なんかすごい変な人感だと思ってちょっと逃げようかと思ったっていうのを聞きました。すげえ引いてる顔がもう今でも脳裏に焼き付いてもんねって。何これ、気持ち悪いみたいな感じの。ね、もうその話もやめちゃいました。ということで今日も。はい、本日のホラーゲーム、はい、前回に引き続きこちら、うん、パーシファイをやっていきたいと思います。前回でも人形をつけちゃって、うん、もう終わっちゃったんじゃないのこれ。そうですよ。人形だけではございません。なんだって？違うマップもございます。今回対峙する怪物は、うんうん、何でも食べちゃうおばちゃん、うん、です。いや何でも食べちゃうおばちゃんです。待っちゃったよ今。名前が本当に来るのかなと思ってね。あー、ということで何でも食べちゃうおばちゃんだから、そんな怖くないと思いますよね。怖くなさそうですけどね、うん、全然、はい、でも今回もね、心ちゃんにギャーって言わせたらそのおばちゃんの勝ちなんで、はい、楽しくやっていきたいと思いますよ。さあ、じゃあ早速ゲーム画面いきましょう。こちらです。ドン。お、6月の場所、本部に持って帰る価値のあるものがなんちゃらかんちゃら。 OK。 あれ、なんか今動いてたぞ。なんだ、猫か、なんだ。今回何でも食べちゃうおばちゃん、うん、まあ見た目がおじちゃんなんですけども、いや、どう対峙するかと言いますと、はい、何でも食べちゃいますので、この鶏も食べちゃうんですね。ほう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 。なのでこの鶏を、除草剤の入れた水に乳糖して、うんうん、毒の鶏にし て, にしてそれを9体食わす。おお、ジーザス。ただ今回そのおばちゃんが普通の毒でない鶏を食べてしまうと1回復してしまうので、いやー、でもスピーディーだ。でですね、皆さんこちら、ダメだ、難しすぎる。どこだ、クリさん。この小屋、はい、今まだ鍵がか、かかってて開かないんですけど、ここに除草剤がまとまって入ってますので、鍵がどっかに落ちてるんですかね。どっかの家の中に入ってかな。で、この家の中、あれ、ん何の音だ。クリさんがドアをぶっ壊してあのドラゴンボールみたいな感じで突入して、何で、ここに皆さんフライパンあるのでフライパン1個ずつ取ってもらって。フライパン、どこどこ、このフライパンで、どこどこどこ、1階です。ゴーさん正面入口。小池さん、どこいるんですか、今。裏庭ですか。裏庭。そこ柵があって、越えられないので。え、どこから入ったらいいの。え、ちょっと。はいはいはい。なにこれ、誰これ、これどうやったのこれ。やったー。ちょっと男子、何やってるな。クリちゃんです。クリコです。ここですね、フライパン。フライパンがあるとです。あ、これでぶったたくの？さあ、ピアノだ。
びっくりしたじゃん今。珍しい。なんか演奏してましたよ、郷様が。絶望的な。びっくりしたわけじゃないんだ。でルートは結構特殊で、2階から裏に出れるんですね。なるほど。で1階からさっきの正面入り口と、うん、あとこっちに隣のなんていうんだっけ、牛舎っていうんですか。うん、みんな2階にいます。お、皆さん1階のさっきのキッチンへ。おばちゃんどこいんの今。おばちゃんまだ出てきてないですね。うわ、完全におじちゃんだ。誰かが食われてますよ今、おばちゃんに。クリコです。クリコがおばちゃんに。あ、早くも。コールちゃんも。あ、食べられてるんですね、これ。うわ、おじちゃんや。いや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 、何が起こってるんですか。え、これはこの間みたいに回復方法みたいなのないんですか。回復方法があるので1階2階上がってもらって裏口出てください。ぐにょぐにょの世界。2階に上がってもらって、はい、ヨウでこれがヨウヨウヨウ。おばちゃんじゃないさっきの、おじちゃんだよ。おじちゃんでしたよね。いや、おばちゃんです。おばちゃんだったんだ。男っかな、女っかな。この風車の小屋の中で聖なる光を浴びると元に戻れます、はい、さっきより神秘的になってます。あ、おい、さっき焼いた場所で全部ドロップしちゃってますね。家のキッチンか。家のキッチン OK です。ちょっと今山田間に取り入ってもらってます。ありがとうございます。戻ってきました。じゃあ、はい、お、開いたー。お、なになになに、あ、ファイヤーフラワーじゃん、そう。おわー、なにこれ不思議な。あいつここに連れてくればいいんじゃないの。確かに。今、山田マンが女神像っていうアイテム持ってるんですけど、うん、女神像を持ってまだ生きてる人が中に入ればさっきの光のシャワーが出てきますので。おー、薪と一緒だ。そうですね、まあで、そこ皆さん左曲がっていただいて、ここ水出てきます。クリックする。何の水。ここに除草剤を入れて鶏入れて毒鶏の完成で、それをどうするの、離すの。え、私がもうぐにゃりになりました。いや一つも驚くことなく。誰かが追われてる。追われてないか。今家の2階登ってった。え、ぐにゃり早くない足。いや、また出てきた。足早くない。除草剤小屋の方に今向かってってます。これぐにゃり家の外から。ぐにゃりの状態だったら女神像は取れないですか。取れないですね。山田マンが今戻ってこないと。今戻りますね。ありがとうございます、はい、すいません。来ました、小屋行きましょう。はい。あ、フライパンも落としちゃうのか。フライパンって何の効果があるんですか。フライパンで、裏庭の鶏叩くの。鶏を叩くと、あの鶏取れるようになるので。はい、取れた。ありがとうございます。鶏叩いといてみんな取った方がいいんじゃない。気絶してるだけ。もうあれですね、じゃあ除草剤と鶏の準備でいいんですね、うん、そうですね、はい、除草剤小屋山田間開けてもらっていいですか。はい、フライパンが欲しいです。どこだ、やばい。あ、どこかしら。はい、開きました。すいません、三軍にありです。三軍にあり。どこでやられました。家の中です。家の中。じゃあ小屋戻りますね。ありがとうございます。除草剤はどこにあるね。除草剤は右の方にあった小屋のところになっています。今毒持ってきます。
今回は私が標的に。はい。で、つける。はい。そしたらこれは？で、もうそのままおじさんに増えれば、あ、おばちゃんに増えれば。あ、ぐんにゃり。ぐんにゃりなっちゃいました。また。痛い痛い痛い、おばちゃん。お。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん、おばちゃん。あ、お、食べさせましたね、ゴージャスさん。ご視聴ありがとうございます。はい。終わった。さあ、あと8話。やべ、普通のニワトリ食べた。それで回復しちゃいます。ああ。いやー、じゃあみんなでこれもうまとまった方がいいんじゃないこれ。フライパンが欲しい。フライパン家の中？かもしれないです。私。ぐにゃってなった時に落っこちる。どこっすか？また家の中のフライパンの手前で。なるほど。行かれました。じゃあ安全のとこ行きますね。すいません。かたじけないです。おばちゃんがどこにいるか。おばちゃん正面。正面いました？あ、ポポロさん発見しました。はい、すいません、またしても。みんな声出していこう。部活。正面で家の中入りました。入りました。ってことは裏出てきそうだな。あのおばちゃんめちゃめちゃ足早いですよね。早い。見つかったらもう即食べられちゃってる。ありがとうございます。はい、山田マンさんが私を元に戻す係の人みたいになっていい分担ですね。ゴージャスさんとやべと、あ、に、あ、取られた、ニワトリ取られた。取れました、新鮮なニワトリ。いや、新鮮な卵みたいに体力なマックスじゃないのあれ。今日こそはフライパンが欲しい。チャンスだ。今あと 8匹ですね。あと8匹。フライパンが欲しい。鶏持っていきます。フライパンください。そして取ることができるのか、フライパンを。もうこれで食べられちゃったら私泣いちゃいます。うわ、またあそこにいないでよあ、どこにいました。家のフライパンの手前に張ってますね。面白いね。いた、いました。はい、あのつなぎ目のとこ、つなぎ目。じゃあ、こそ裏庭で鶏。こっちこっち、こっちこっち、家の中今来るよ。はい、ここでカバーしてるんで、鶏拾っちゃってください。カバーしてる？いるの？捕まえてないでしょ、別に。俺、一匹持ってます。あ、いた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 。あ、いないな。いるいるいる。はい。すいません。はい。ありがとうございます。はい。取れない。フライパン。あ、いた。あ、今、そっち。墓場向かってる。墓場オッケー。毒鶏、よっしゃ、食べさせました。ナイス。心さん気をつけて、そこ出たところにいます。はい、来るなよ。来るなよ。俺も今毒鶏1個持ってるんで。薬剤どこなんだっけこれ。薬剤は、こっちの離れにある小屋ですね。今ババアスタン中です。あ、薬剤あった、薬剤。あ、1個置いてあった。よかったです。フライパン、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 フライパン欲しいです、フライパン、私。ニワトリ、やった、毒食った。ニワトリ食らっててくれ。今薬剤、今薬剤。どこにいます？今裏の薬剤前。危ない。フライパン、取れました。通常ニワトリ持ってるんで。同じく。あ、でもニワトリどこだ。また行ったかな。ちゃんと行きました。 R で、 R で。お、あ、行きました。うん、なんでニワトリ捕まえました。おい、どこに。あー、どこ。うわ、あー、栗子さーん。栗子さん、惣菜小屋の前。あ、来てますね。栗原の俺、ニワトリ今持ってるんで、誰か除草剤を。俺持ってきてる、俺持ってきてる。あ、ありがとうございます。あ、心ちゃん、ぐにゃり。いや、私、ぐにゃりじゃないです。じゃあ毒ニワトリ作ったら俺回復に、栗子さんを。あれ、あれ誰。私風車の方行ってるわ。はい、毒。ありがとうございます。はい、はい、毒ニワトリ作りました。私毒ニワトリ欲しい、作りたい。じゃあ栗子さん回復しに行きますね。こっちか。
毒鶏、はい、あれ安全ルートの方がいいな、やっぱりどうだ毒鶏作る、あれこれ栗原フライパン怒ってるな、あフライパンドロップしちゃいましたね、フライパンここ心ちゃんあドロップしちゃいました、ごめんなさい、この第8車あのリアカーのとこ、はい、ありがとうございます、あれこれ毒鶏は解き放っていいんですか、あそのまま持ってると捕まえてくれるから、あ人形みたいなことですね、そう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 、私フライパン持ってる、俺です、あゴジャさんだ、いいよ俺好きかも、お化けじゃないんだったら強いよ俺僕鶏持ってるよ食べて、おばあさんいないですね、家ですか、おばあさん、あ家裏、あ来た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 、家後ろ風車に向かった、向かったかい、毒鶏今持ってる人が3人ですね、はい、あやばいやばいやばい来た来た来た、普通の食っちゃった、あになっちゃった、毒食べてる、こっちこれこれこれ、今がチャンスですよ、他の持っていない方は、はい、毒鶏、はい、よし、食べさせました、スタンしました、普通の鶏持ってる人、俺も今、俺は毒鶏持ってるんで、あ、じゃあ1個おばさんの前に待機します、目の前に落としておきます、よっしゃ、あ、おばさん、おばさん、2階に走ってた、おばさん、2階走ってた、おばさん、おばさん、あ、じゃあ1階行った、おばさん1階行った、キッチンに行った、おばさん、あーじゃあ、うまみがいこう、逃げる逃げる、あーあーあーぐにゃ、ぐにゃぐにゃありました、おい、おばさんに毒食べさせました、ありがとうございます、じゃあ、一回回復のとこ行きますね、はーい、ありがとうございます、すいません、おばさん、完全無視して走っていきましょう、くそー、あとでも毒3話ですね、お、いけそう、いけそうですね、あ、水ある、毒、毒にはん、ん、音がする、声がする、どこだ、あ、水がない、あ、毒、いた、どこにいる、今、水飲み場の前で、多分ゴーさんの食べてますね、ん、これ、俺の、あと2話、うわ、ドロ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 、あと2話ですね、やばい、あ、心さん来ました、はい、やばい、うんや、面白いな、楽しい今回はこれちょっと俺怖くないわ、やっぱりやっぱ対人だとちょっと、対人だと、人じゃねえんだけどね気持ちいい、シャワー回復、私はフライパンをどっかに置いてきたな、そうだ捕まったところに落ちてんだよな、フライパンなんかその辺に水の岩方面に落ちてた気がするな、水の岩今どこにいる、これ俺のだ、俺毒持ってきちゃう、一回、あ、俺も今毒取りに行ってるんで、じゃあ、向こうに落ちたかな、毒チャリで、俺一個ニワトリ持ってるんで、あ、裏口出てきた、裏口どこ、どこじゃ、ぐんにゃりぐんにゃり、心ぐんにゃりぐんにゃり、来るかな、もしやゴーさんのニワトリと俺の鳥で2匹作れればいける、うん、今俺毒持ってるんで、あ、いいじゃない、水の岩集合、おい、どこにいる、ぐん、そう、あの化け物さえ、おばちゃん、おばちゃんさえ、毒、これ毒になってる、なってない、やばい、作りますね、毒ある、はい、持ってきました、はい、はい、毒完成、じゃあコッポロさん、あの回復のところに、はい、来てもらえれば、おります、じゃあ、あのババアが、あ、ば、おばちゃん、おばちゃんが通常ニワトリ食べる前に俺とゴーさんのニワトリ食べさせれば、おばちゃんどこいる、終わりだけど、おばちゃんがいない、二手に分かれた方がいい、これ、ぐるっと待って、多分家じゃないかな、いないじゃないの、やばい、ありがとうございます、他でニワトリ食ってんじゃない、もう、私は静かにここの辺にいようかなもうすぐぐんにゃりになるから、おばさんが消えました、え、やばい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 、どっか潜んでますよ、あ、でも俺1個食われてる、え、あ、あと1、あと1はゴージャさんだけ、俺の知らない間にどっかスイッチやってた、あ、いますよ、どこどこ、左、ゴージャさんの後ろ、ゴージャさん後ろ、あ、いる、後ろ、いた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 、ゴージャさん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 、ちょっと待って、走って私に行って普通のニワトリ食う前に、ちょちょちょ、落としましたよみたいな感じで、あ、取れた、お、食った、どう、どうでしょうか、さあ
うん、ん？食らってそう。あれ？いた！お、グロッキー状態。のんびり。のんびり。どこ行くんだろう。え？捕まってんじゃないもん。なんかリッキーさんみたいな。あれ、ニワトリまだいる。どっか特定の倒れる場所があるんですかね。まあ移動中ってことですね。普通にじゃ。ゆっくりと歩いて。で、バグとかじゃないよね。え？おー、びっくりした。おー。急に。このタイミングなのよ、これ。ここで死ぬ設定だったんですね。彼女重すぎたらみんなで囲むんじゃないこれ。はい。いや、ある道具を使って。あー、わかりました。あー、あれだ。はいはいはい。ここで待ってよっと。オッケー。乗れ。おー。わー、乗った。こんな感じ？本当にこんな感じ。すごい。いやー。おぉ、でも1回で。おぉ、おもろ、楽しい。あ、まだなんか食ってるね、これ。あ、何食べてんだ。幽霊だ。チキン、来るぞ、来るぞ、多分。わーって来るぞ。来ないんかい。いやー、素晴らしい。いいですね、1回で。早かったですね。今回ココロちゃんぐにゃり。私がもう6ぐにゃりぐらいしました。6ぐにゃり。はい、ということで、はい、もう1個エリアがあるということで、おミッション。はい、どうした。栗原さんが歯切れが悪いの。なんだかぐにゃりしてる。はい、じゃ次は今回、次回は、そうですね、はい、次回は森ステージへ。森行ってみようと思います。どんなやつが出てくるかちょっと楽しみですね。楽しみですね。ということで森、次回、ココちゃん絶叫なるか、どちらもお楽しみに。はい、ということで本日ここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。ぐんにゃりしてもあんまりなんかなんそんなにびっくりもしなかったね、やっぱね。ちょっとどうですかね、これか叫んだ方が可愛いですよね。でもね、叫ぶ人はもういるんだもん、需要はあるんだもん、叫ぶ。ちょっと次、叫ぶパターンやってみます、うん、パターンができるんか。見ましょう。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。